はーい、皆さんこんにちは、のぺんです。信長の野望新生やってきましょう。さあ、前回はこちら、北陸を中心に攻めていきました。で、拠点はたくさん取れたんですけども、豊臣家の攻撃もさらに激しくなってきましたね。で、前回最後に停戦を拒んでしまったということで、しばらく停戦ができない状態でございます。さあ、ということでこっから豊臣家の猛攻を防ぎ切っていきましょう。よーし、やっていきまーす。さあ、ということでやっていきましょう。で、こっからはしばらく停戦ができないので、豊臣家との泥仕合になっていきます。ここはね、制していきたいところですね。で、現在戦力差はまあほぼ同じですね。いやー、これだったら絶対勝ちたいということで勝負に出ましょうか。じゃあ、火災を任命します。現在、金銭収支がたくさんあるので、まあ、金銭収支を減らしつつ、能力を上げるみたいな、なんかそんなない。そんなあって、あっただだ。じゃあ、渡辺盛綱の、連武連兵。これ、じゃあ、お願いします。はい、行きましょう。で、これで金銭収支がどんだけマイナスになるか。いや、めっちゃマイナスになるな。まあ、でも貯金がね、しっかりあるので、まあ、なんとか。貯金を減らす前に豊臣家を叩いていきたいところですね。打ち破ったぞ。はい、飯田城落ちました。ナイス。ということはですよ。あー、で、徳川家の方たちめっちゃ捕まってる。うち来ない。お、秀忠来てくれた。ナイス。あ、全員来たじゃん。やった。はい、こちらですね、更新統一達成でございます。いやー、長かったな、ここまで。やっとここまで来たって感じで、とりあえず早く兵をまとめましょう。いや、めちゃめちゃ来てるわ。まあ、なんたってさっき70万来てるって言ってたからね。まあ、結構削ってはいるけど、いや、めちゃめちゃ来てるわ、やば。で、また吉田城来たか。吉田城の戦い、佐竹義信 VS 豊臣秀頼。いやー、向こう10万もいるんかよ。すげえ、そんなにいるんだ。えぐ。さあ、大丈夫でしょうかね。さあ、頼んだよ。さあ、頑張っていきましょう。で、前回の反省を踏まえて、軍隊からちゃんとね、ちゃんと武将入れてますんでね。さあ、行きましょう。はい、はい、戦士、ピーン。まあ、だからって守りきれるわけではない。なんたって7枚いるからな。恐ろしい。ちょっと、正路、なんとか守りきっていきたいですね。はい、こう。じゃあ、こう。正路、正路。はい。さあ、正路からぶっ放していけ。めっちゃ来てるー。ふぅ、ちょっときついな、これ。さあ、一番槍はこちら。はい、志田くん。ただ、いやー、めちゃめちゃ削られてるわ、やば。これはちょっときついです。帰りましょう、帰ろう。やばいやばいやばい。こんなん守りきれるわけないやろー。で、めちゃくちゃ削られてる。えぐえぐ。さあ、なんとかここを削りたい。じゃあ、こっちの方来てほしいな。じゃあ、こっちの部隊削ろう。まあ、まず、一部隊あたりは、ぐらいは削りたい。いやー、まあまあまあ、当然のように正路は壊された。まあ、しょうがない。それはしょうがない。で、いかがしましょう。さあ、いけいけ。で、削ってる削ってる。ちゃんと削ってはいるからね。で、どんな感じで来る？あ、こっち、そっち行くのか。まあ、とりあえず、向こうは要衝を壊したいっていう感じか。はい。こう。ご命令を下され。まあ、だったらいいや。まず、一部隊ずつ潰して。いやー、やばいな。でも、士気がな、どんどん下がっていくな。維持できるかな。すげえ、10倍差だもんね。これ、守りきれたら、マジすげえ。じゃあ、こう。ご命令を下され。さあ、守れ、守れ。いかがしましょう。こう。さあ、この舞台は潰せぞ。あ、ヨシヒ。よし、ヨシヒ潰した。ナイス。でかい。それはでかい。まずヨシヒ撃破。はいはいはい。オッケー。あー、で、混乱ナイス。でかい。さあ、でかい。マジででかい。マジでかい。いや、めちゃめちゃ削ってる。ちなみに混乱持ってるのはこの方か。あー、笠原。あー、じゃあ笠原ちょっとしっかり生かしていこう。笠原大事。じゃあ笠原下がって、はい。さあ、先方貯めなさい。で、ちょっとこっちの部隊は下がってもらおうて。あと、あー、なんか変なとこ行ってる。うー、何をやったんだお前は。バカだれ。遊びでやってんじゃないぞ。
でこっち、はい、我が先方にて押しとる。こっちの部隊もう削れそうだな。頑張れ頑張れ。父さん、強っ。こちらに強っ感動したって。もう進めるぞ。あでーこれ、あ、はいはいはい、勝った勝った見ましたか皆さん、そんなまさか、すげえ、1万足らずのね兵たちが10万を金返り討ちにするという、いや感動、やば、これは歴史の教科書になりますよ。いやすげえ強え、慶喜を前ってやつは、やるじゃねえか。いやー君お父さん超えたわ。いやすごい、ナイス、やばい、到着したか。いや、あー桜山城甲状腺間に合わなかったらしい。なんと、ちょっと待って待って待って、ちょっと頑張って頑張って。いや無理か、くー出れない、いや出れないか、ダメか、くわー落とされた、くそー、ごめんね。いやまあしょうがないしょうがない、まあとりあえず取り返そう。でまだまだ合戦はできないね。さあでは合戦やっていきましょうか。はい、越前大野の戦い、相馬義胤 VS 大谷義継いきましょう。まあ兵数差かなりきついけど、これに勝てりゃでかい。これに勝てたら北陸統一かな。いやーだからそんな甘くはねえか。さあ行きましょう、勝負だ、行きます。はい、開戦出発。さあ行くぞ。さあまずはそうですね、とりあえずコブは取りたい。じゃあこうして、いやー兵数差きついな。まあ多分向こうは3部隊ぐらいは後方に控えてるので、まあ実質まあ同数程度のぶつかり合いになるでしょう多分。でじゃあ一旦こう一旦下がりな、一旦落ち着け。で、はい、こう、うん、陣なんか取らせてやって、強撃されるのがね よくないからね。で、はいはい、はい、で、こっちはじゃあそうですね、こっち行って、で、こっちのちょっと増援行ってほしいな。武田勝つよりそうだな。じゃあ東堂高虎こっち来て、こう、要所を狙うぞ。はい、じゃあ下がって、はい、さあさあコブはあえて取らせる。でこっちのコブは取ったね、ナイス、それはでかい。あーでこっちのルート、あーいないんだ、へえ、となるとあんまりよろしくない。じゃあこうしよう。さあ大丈夫、さあまあコブは取られた、まあそれは計算の範囲内。さあ一番やりは、はい、向井忠勝。さあ大丈夫、でそこ取ったナイス。まあこうするか。じゃあこうして、でこっち側抜け取るよね。こっち側抜けてるね。でこうだ、伊達政宗のこっち来て、よしいいね、よしいいよ。で一旦ここまで下がる。まあ、それかコブの範囲内で戦うか。そうしよう、そうしよう。でこう、で挟まれとるかな。もう何回言うとる何回挟まれたかるお前ら。すいません、取り乱しましたもんおお若ちんが。でじゃあこうで、こっち鹿之助来てるわ、最悪。助けてー、はい、ここ取るぞ。じゃあこっち取る。さあ生きろよ。じゃあこうで、こっちも下がる。はい、さあコブ取った、ナイス。でそうやな、ちょっとやっぱこっちきついな。こう行くぞ、なんとか耐えてほしい。でそこの陣取られる。ああ嘘、結局来るんか。ほうほうほう。じゃあ下がろう。いざ行かん。頑張れ山中しかむつけ。頑張れ。この戦法にて、いやきっちー、なんてきっちー戦いだ。
で、こっちの二部隊動いた。嘘。嘘でしょ。まずいよ。それは非常にまずい。いかがしましょう。で、こう。やったぜ。枯れる枯れる。それ誰？勇士の子たち、毛利勝長。もう古いわ。こっち、下がって。いざ進め。で、あとは、こっち、潰そう。はい。で、伊達政宗ちゃんは、こっち。やっぱね、太田やつを潰してほしいな。じゃ山中鹿之助。やばい。もう、混乱してきた。ヤタガラス。お前、まだ生きてたのか。三木重秀。いやー、それ、こういう、こんなふうに、うわ、最悪だ。で、柴田重秀出たい。オッケー。助けてあげて。もうすぐコブが発動できるけど。はいはい、オッケー。交代交代。えい。きっちいな。どう考えてもきっつい。で、こっち。やたから食らってるからな。ちょっと消耗が激しいな。あ、倒した？あ、オッケーオッケー。ない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 。さあ、だいぶ士気は傾いてる。となると、ここ取ってここか。で、ここ取ればいいか。うわー、きっついけどな。それはきっついね。こう。一旦下がろう。いいよ、コブ！きた！助けてくれ！さあ、コブ、コブ助けて。で、こうだな。なるべく死なないようにしたいな。まあ、だけど、それは無理な話。こう。スタブタ来てるー！えぐいてー！で、コブ取られる！そう、コブに気づかれた。じゃあ、こうしよう。敵に痛手を与えます。いやー、どっちだろう。こっちか。はい。進めるぞ。まあ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 。見事。で、むずい。それはまずいね。一旦下がろう。進むぞ。で、こっち下がってもろうて、で、そこ取られた。はい、オッケー、まあしょうがないしょうがない。は。いやー、やられたか。まあしょうがないしょうがない。で、戻ってあげて。やばいわ。我が部の見せ所か。大谷よすぐ行ってるわ。そう。で、そこ撤退。まあしょうがないしょうがないしょうがない。やばい、ちょっと一気にしてきたかも。二万こっち。早くそこ突破して。我が武略を持って。いや、きっついか。そっちはきっついか。これはどうしようかな。一旦下がろう。で、独眼竜まだ。毒ガニまだ、まあまだですか。わかりました。じゃあこっち行ってこやな。はい。いざ、で、そこ取った。オッケー。でかいよ。で、こっち挟もう。いや、挟めないか。で、こっち来た。こっち敵を撃退するぞ。さあ、とりあえず命大事に。ご指示。やばい、コブが撃たれる。それはまずい。動くぞ。2000こっち。続け。で、1万がどう動くかがわからん。こう。置き口を固めまする。さあ、よしよしよし、一部隊撃破。オッケー。で、もう一部隊撃破したい。頂戴したく。だいぶね、いい感じになってる気がする。こっち、はい。で、こっち、はい。で、そこは耐えて、頑張って耐えて。で、じゃあ、こっちの部隊、これ取って。しばらく耐えろ。耐えりゃ勝てる。だー、兵力回復。あー、これは、これは指南発行か。さあ、頑張れ頑張れ。みんなの頑張り次第。いやー、でも気づかれたか。そう。一旦下がろう。キャー、えぐいてー。これが俺の戦法。ちょ、これはちょっと防がんのか。行って行って、まずい。で、こっち早く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 そこ取って、こっち、はい、さあそこ取った。まだか。もうちょっとやな。ちょっとそこもうちょっと耐えてほしい。いや、こんなんとか。で、倒せる。よし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 、でかいでかい。あと一部隊潰そう。敵を攻めた。となると私たちも潰れちゃいかんね。いやー、難しい判断で、こう言って、こうやな。
ここさえ潰せれば。さあ鉄砲戦車、やばい、軒口は壊されている。耐えろ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 んだ。我が戦法の切れ味、うわー、確かめよ。いやー、ここ取られるかな、わからん。頑張って耐えてくれれば。で、はい、こう、はい、オッケー、で、こう、いやー、頑張れ頑張れ。そこさえ取れれば。だ、倒されたか、クソ。あー、やだ。あー、もうちょっともうちょっと頑張れ頑張れ。命令をください。いやー、気づかれた。間に合う、間に合った、オッケー。あぶねー。いやー、難しい合戦だった。ここ最近で一番難しかったかも。あー、よかった、勝てた。ふー、キッチー、停戦できないってこんなに苦しいんだ。東洋、あ、来た、ナイス、オッケー。解放、オッケー、放つだと。よーし、でかした。何を考えておる。よかったよかった。さあ、これで拠点どこまで取れる。音に聞け。相当これでパワーバランス変わった気がする。朝倉山は取り返した。オッケーオッケー、ね、なんたることよ。さあ、勢力目標北陸統一達成しました。パチパチ、やった、危ねー。さあ、ということで今回はここまでしていきましょうか。はい、ご視聴ありがとうございました。次回をお楽しみに。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。レティッシャー、さよならー。